ただいまご紹介をいただきました実行委員会委員長を仰せつかりました滝浪でございます。本日早朝よりご参加をいただいた皆さん、さらに実行委員会の皆さんと同時にオールスタッフの皆さん、大変ご苦労様でございました。皆様のご協力お力によって素晴らしいフラワーカーペットが完成をいたしました。心から感謝申し上げます。と同時に本日はご公務で大変お忙しい中、中央区矢田区長様並びに中央区幹部の皆様、さらに晴海中学校小谷校長先生、 PTA 関係の萩原さん、そしてミス中央のお嬢様など、最後に毎回のごとく楽しみにしております晴海中学校吹奏楽部の皆さん、本当にありがとうございました。はなはだ簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。主催の晴海アイランドトリトンスクエアを代表いたしまして、晴海コーポレーション代表取締役社長三井義弘よりご挨拶を申し上げます。それでは三井社長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、晴海コーポレーションの三井でございます。本日は朝早くから230名の方々にお集まりいただきまして、花屋を制作いただきましたが、過去も素晴らしい舞台が出来上がりました。制作いただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。またこの、完成成功におきましては、矢田区長をはじめ、多くの外人の方にお越しいただきまして感謝申し上げます。今日から4日間、花屋が、開催されますけれども、多くの方にお越しいただいて、大いに楽しんでいただきたいと思っております。さてこの、フラワーカーペットですけれども、今回で17回目ということでありまして、毎年ですね、実は新しいことに挑戦してきています。今回は、グランドロビーでの開催ということで、いつも気にしておりました天候に左右されることなく、寒さに耐えることなく、花屋を制作いただきました。またですね、上層階から見ていただくということで、フラワーカーペットのですね、スケール感を感じていただけるということと、それから近くに来ていただきますと、花屋とですね、音楽のコラボレーション、先ほど新宮さんの方から話がありましたけれども、それぞれのようにですね、音楽が入ってますので、近くに来て音楽と花屋を楽しんでいただきたいというふうに思っております。またですね、実は、今回は、アウトサイドの方で、春子祭りを同時開催しております。ですので、フラワーカーペットをですね、見ていただきました後は春子祭りの方でお楽しみいただければと思っております。最後になりますが、今回の開催にあたりまして、20社を超える企業の皆様からご協賛をいただいております。この場をお借りしてお礼を申し上げます。このフラワーカーペットですけれども、今後もですね、晴海のシンボル的、イベントとして、さらに、発展させていただきたいと思っておりますので、皆様のますますのご支援をお願いいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。三井社長、ありがとうございました。では続きまして、ご来賓の方々を代表いたしまして、東京都中央区区長、矢田義弘様よりご挨拶を頂戴いたしたいと思います。それでは矢田様、どうぞよろしくお願いいたします。どうも、本当に素晴らしいね、フラワーカーペットオープニングセレモニーですね。滝浪実行委員長さん、晴海連合町会長さん、また晴海トルコ三井社長さん、場所をね、提供していただきまして本当にありがとうございます。また晴海中学校の吹奏楽団学部の皆様方、こうして演奏をしていただくということで大変嬉しく望むところであります。
皆さんが本当にすくすくと成長されている姿を見るためです。大変心強く存じるところであります。まあ、このフラワーカーペット、2001年から始めたということで17回目、2017年ですからね、ちょうどもうこの年この年ということで、まあ、ダヴィンチのモナリザ、またこの自画像等々、写楽もあればね、本当に素晴らしい、このバラ5万5000ですか、5万5000のバラを実行委員の皆様方が歩みの方々も書いたということでありますけれども、皆様方がおいしで作っていただいたわけでございまして、大いに楽しみたいというふうに思いますし、特にあの上から見るとよく見えるでしょうね、で本当によく見えて、楽しめられる、一枚と、ね、楽しめるのではないから、こういうふうに思います。もうこのアルミトリトンのフロアカーペットをすっかり定着いたしましたけれども、これからも大いに発展させていこうということでね、みんなで力を合わせてまいりましょう。何しろもうオリンピック・パラリンピックが3年以内にはやってくる、すぐそこが、ね、選手村であるわけでありますから、小さなお子様から何からね、皆さん大いに楽しんで、そしてこのアルミ地域はますます発展していくわけでありますから、本当に希望が持てる街、それがアルミ地域でありますね、ますます素晴らしい街にが出来上がるわけでございます。まさに未来都市づくりの最先端を走っているのがこのアルミ地域であります。ご来館皆様方のご健勝ご多幸ご活躍ご記念申し上げまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。矢田様よりご祝辞を頂戴いたしました。続きまして、本日お越しいただきましたご来賓の方々をここでご紹介いたします。中央区副区長斉藤進様、中央区副区長吉田宇佐美様、中央区中央区観光商工課長田中智彦様、中央区立